は合わせる形やろ。あ、ない、あ、そうです、あ、だったは合わせる形生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。なんか今日ちょっと茶色いやろ、後ろ見てほら、ほんまやね、このくらいの色の男結構いるんだよ。そうなん、うん、そっちかよ。このパターンはね、祈祷がもはや紫みたいなやつが多くてね。紫色なの？そう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 。これっていいことなの？まあ俺は嫌いじゃないよ、黒いパターンは。そう、まあなんでこんなに最初から下ネタがホイホイ出てくるかというとね、今日は若い女が来ているから、今そこにね、いるんだけど、もうね、顔をからめさせて恥ずかしめを受けさせようというコンタで。でもね、すごい喜んではるわ。そうなの、あんまり恥ずかしがってる感じではないんだよね。意外と嫌がってない雰囲気があってね、もう来なさいよ。ちょっと来なよ。じゃじゃーん。じゃじゃーん。じゃじゃーん。もっと、もっとね、なんか。はい。ありがとうございます。いい話してくれて。本当、どうですか？黒いのはどうですか？嫌いじゃない。ああ。嫌いじゃない。いや、若い女にいろいろ言わせてしまって。ちょっと待って。はい、これは、ね、はい、ほら見てください。これ。ちょっとわかりません？いや、これは。ああ。こうです。ああ。可愛いな。虫が。そうです。はい、私めっちゃめっちゃ虫好きなんです。で、虫が好きで、自分の家で300匹ぐらい虫飼って。え、何飼って？生活しているんですけど、コオロギとかゴキブリとか。ゴキブリもかわいい。いろんな種類の虫を飼い始めておりまして。あ、食べるんです。私がね。え、ホッチドッグもするんですよ。どういうこと？ちょっと待って、どういうこと？食用なの、あれは。食用のためにも飼ってるんです。ゴッドだな、これは。あんた、だからダメなの。食べるとか言ったらさ、うん、あんたのファン層のおじさんたちはさ、あんたとキスすることとか想像してるわけよ。あ、それをさ、なんかキスしたら触覚がうっかりいやーそういうのを想像させるから、あんた食べるって言わない方がいいわよ。いや、でもそれに興奮してる男性もいますよ。本当に？それに興奮するの？はい、食べて食べて、なんか触覚がこう出てんの、歯隙間からこう出てんのとかは。いや、それを多分喜んでるんだと思います。なんかご飯とか食べてインスタとかあげると、うん、今日は何の虫入ってるのって絶対来ます。あ、もうじゃあ普通に受け入れてるんや。そうです。え、何虫が好きな、一番美味しい虫。美味しい虫はやっぱ私コオロギがすごく好きで。コオロギ、の家コオロギがこれ手だよ。え、でも何やろ、でも私たち虫って言うてもな、うん、興味ないよな。ね、虫とかなんか、その興味を持たせるために今日私来ました。まあ様々な色の虫がいる中で、うん、やっぱり交尾の仕方も求愛の仕方も変わってくるわけです。違うの？求愛の仕方とかあんの？虫と虫はどうやって、俺オスだぜとかわかんの？なんか俺メスだぜとか言うやん。色とか違うんじゃない？色も、まあカブトムシとかだったらまあ全然違うじゃないですか。見た目も違ったりとか、あとは鳴き方とか、まあいろいろそれは種類によって変わりますね。声の出し方とか、まあ例えばコオロギとかだったら鳴くのオスだけだったりとか。あ、そうか、セミもさ、オスがやってる。だから俺だから、俺ここにいるでー。俺虫やったら、俺虫やったらもうじゃあ黙っとこ。何？え、なかんとメスのふりする。待たないです、しないです。ここは泣いてください。え、泣かない。泣いてる方に飛んでいくやつでしょ。昆虫界だったらいけるかもしれない。いけるよね、結構。そう、おるよ絶対。結構騙せるわ。え、おる、ホモムシおると思う。ホモムシおると思う。なかんと飛んでいってるやつらがね。じゃあ一応なんかさ、いろんなセックス知りたいけど、うん、なんかこれが基本かなみたいなのから知りたいかも。一般的な、うん、基本のセックスですか？それ基本のセックス、基本のセックス。私はセックスと言ってしまったんですけど、まあ交尾です、ね。あ、交尾、そう、ごめんなさい、まずそこです。交尾です。虫はセックスとは言わない。交尾です。 K-O-B、 交尾です。 K-O-B って K-O-B と言えと。まあそれはやべえ。モテない鳴き方をするセミは、モテない鳴き方する、はい、はい、まあそれはセミ界の中で決まってるんです。まあ高い声だったりとか、規則的な音だったりとか、セミが好む音が決まってまして。ほー、はい、メスの方は1回しか交尾ができないって言われて、うん、あ、1回しか交尾、オス何回でもできるんや。オスは何回でもできます。ということは何が起きるかって言ったら、うん、モテないオスは交尾をしないまま一生終えてしまうんです。あら、もう、えー、
私が全員やってあげるのに。セミだったらな、うん、その割合、あ、そのなくなっていくセミの割合がなんと全体の4割を占めるなんてことも言われてて、4割、人間界と変わらんなもん、そうなってくると。そんなにいます？人間やばいらしい。30代で半分ぐらいはもう のっけじゃないわ、あの経験ないってこの間ニュースになってたから、これからどん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 人間はセミと一緒やな、モテる男ばっかりや。はい、それではあの交尾の単位なんですけれども、はい、まあこのお尻のね、お腹の先っちょにね、生殖器がついております。お尻のお腹の方に、うんうんうん、なるほどね、お腹に先端に、先端にですね、そこをメスの方に合わせるような形で始めます。横に寄り添うパターンだったりとか、お尻とお尻だけを合わせるような形。なるほどね。あ、なんかでも変わるんだ、うん、なんか決まってるんじゃないんだ。え、飲みながらはやらないんだ。飲みながらはやりないですね。なるほど。合わせる形ってことね、基本は。そうなんですか。え、違う、 と合わせる形やろ。 あ、そうです、と合わせる形。チリクワガタって皆さん知ってますか、ね、知らない。クワガタ虫、こういうやつ。クワガタです、クワガタです。なんですけど、うんうん、南アメリカとかのチリとかアルゼンチンとかに生息している外国の種のクワガタなんです。これがなんといってもすごく長い角を持っております。あ、角、顎、顎ですね。顎ね、あ、こういうやつ、大きな顎を持っておりまして、この顎の大きさが世界で一番大きい、クワガタの中で、はい、言われているクワガタがおりまして、うん、まあ、このクワガタの交尾がすごくアスレチックなんですよ。アスレチック、はい、このチリクワガタすごく興奮、攻撃的な生き物でして、戦います。メスを、あの、争奪戦、はい、メス争奪戦、オスとオスが戦うの。オスとオス同士が、なるほどね、うん、大きな、あの、顎、角ってじゃない、顎を振り上げて、うんうん、で、相手のところに威嚇しに行って、うん、で、その相手のクワガタを投げ飛ばしたりとかして、うん、力を落としたりとかして、うん、で、メスのいるところまで行くんですよ、うん、で、そこで何が起きるかっていうと、やっぱりあのまだやる気になっていないメスがいちゃったりするんですけど、その時に逃げるメスをこうシャウトして、うん、で止めてそこで交尾をするっていうことをしていくんですよ。レイプってことだよね。現在そういうことだよね。そういうことになりますよね。来いよお前そうだね、だから野生って怖いものよ。そう、それぐらい大きな顎を持っていまして、でもメスもこう、はい、なんかやる気になってるメスもいるわけ。まあ、それはあります。でもあの交尾する形は必ずそうです。あ、ちょっと嫌がってるふりしてるってこと。顎が嫌がってるふりしてるメスもいるってこと。エキとかもそうよ。あ、やだやめたよみたいな、やってるのをあーみたいな。そうです、そうです、捕らえて交尾をする。さっきのチリクワガタすごく、うん、やっぱり強引なイメージがありますよね、うん。その中でも逆のパターンの虫もいます。逆のパターン、草食男子ってこと。草食男子といえば草食男子、ジェントルマン。あ、ジェントルマン、優しい、そういう男に限ってな、やるやつなのよ。不倫とかすんのよ結局。やめろ、そういう男に限って。ジェントルマンの男なんて他の女にもみんなにジェントルマン繰り広げてるからね。すぐやる、そうだ、すぐやる、すぐやる、よくやる、どうやる、まあ、黒小さい短い。やめて。早い、もう全部早い。全部の単語が出てきた。え、何、ジェントルマンどんな虫？ね、ホタル。ホタル、なんかロマンチックだね、ホタルって。もうなんかホタルがジェントルマンってのかな。僕ここにいますよっていうサインを出すんですよ、うん、なるほど、はい、相手に向けて。で、そのサインをね、メスが気に入ったら、気に入ったサインを出します。ポッポッポッと光を変えるわけです。どんな風に言う？ドポッポ。私ここにいるよ。え、ほんで？ポッポッポッポチン。いや、やめろって。それ違う。それ違う。ダメ？欲しいよ、ダメよ。違う。欲しい。光ってあなたもそれが欲しいよじゃない。そうじゃないです。ちげえよ。わかったわかった、なるほどね、はい、そして、はい、受け入れたサインが出たら交尾をし始めるんですね。で、すごくロマンチックなところはもう一つあります、う
いやこう、まあ、さっき話したのはこうコミュニケーションが取れてるってところがまず一つ、うん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 、さっき紹介した虫よりいやさっきのは強引やけど、こっちはどう、はい、あいいよ好きだよって言ってもらってるなんかやね会話が可愛いねそれは、うんうん、すごく綺麗ですけど、もう一つ、うん、ジェントルマンって何をしますか。ジェントルマンはだから不倫もしやすい、ね、いやーいやーいやなんかレディーファーストとかするか なんかそうですよね、扉開けてあげたり、はい、なんか先にあ先に行かせてあげるんかな。えどういうこと。違いますそんなに器用なことしてるでしょ ねどうなんやろ レディーファーストっていうことなんだったら、まあ、レディーファーストというか、まあ、女性を大事にする上で、うん、プレゼントを、あプレゼントをすんの。ホタルは何をプレゼントするの。精子をあげます。バカにしてるの？セクハラじゃねえか。違うんです違うんです。やばい今びっくりした。だって嫌やろなんかジェントルマンってマイコロはあなたにプレゼントがある。違うんです。それが、はい、プレゼントだったらこうやって包装して、ね、ギフトするじゃないですか。うん、その時にですねやっぱり精子を薄い膜で覆って包んでってこと。笑わないでください。包んでるってこと。包んで、うん、それをあげるんですよ。嬉しい私がもらったのか。精子をなんか要はコンドームみたいなのに入れてまあそれでこれをあげるぞあジェントルマンと思う。やばい。そういうことやな。無理って考えた。やばいやつだ。惜しいですけどホタルの精子なら私もちょっと見てみたいところはあります。あ本当に。いやじゃあ今日は、はい、ありがとうございました。すごくありがとうございました。興味深いもう、はい、我々にとっては興味深いお話で、虫もセックスするんだなっていう。そうです。コミュニケーションもとっております。ちょっと触るんじゃねえよ。荒川虫はさ、はい、どんな交尾をするの。あ私は基本的に